第1回、チキチキ、欲しいものは欲しい値段で手に入れろ。中古屋巡りー、イエーイ。どうも、好きな中古屋はホビー漁夫の通りすがりのです。今回から始まりますこちらの企画、欲しいものを欲しい値段で手に入れろ中古屋巡りということで、まあ、ざっくりね、企画の内容を説明していきたいと思います。でまずこれからね、俺が本当に今欲しいと思ってる玩具を何点かピックアップして、でその、大体の今の相場と、自分がこの値段で置いてたら絶対買うぞっていう金額を上げます。で中古屋巡っていって、その欲しい値段で売ってたら即買いっていうね、そういう企画です。自己満企画です。見てて面白くないです？それでは一品目、コンプリートセレクションモディフィケーションブレイバックル&ラウズアブゾーバー&ブレイラウザーです。こちらのね、定価が、約5万円で、メルカリとかヤフオクの相場がだいたい4万円から4万5千円で、俺が欲しい値段は4万です。一応ネットの相場は4万ぐらいで落札されてるのが多いっていう印象なんですけど、実店舗で4万で置いてることはまずないと思う。ネットより実店舗で買うメリットっていうのは、その場で状態確認できて、その場でね、いろいろ箱の状態とか商品の状態とかそういうのを知ることができるんで、まあその分高くても仕方ないかなと思ってます。まあいい出品者ならね、ほんと写真と説明の通り来ると思うんだけど、そんないい人ばかりじゃないから、まあ4万で売ってるところがあったらもう即買いかな。はい、ということで、一品目は CSM ブレイバックル&ライズ・ブライドリフ&ブレイアドレスでした。二品目、 CSM キバットベルトと CSM タツロットです。キバットベルトの定価が、29,800円で、タツロットの定価が13,000円ぐらいです。でメルカリとかヤフオクの相場が、キバットベルトはだいたい2万円から2万3000円ぐらいで、タツロットの相場がだいたい7000円から8000円ぐらいで、俺の欲しい値段は、キバットベルトは18,000円、タツロットは7,000円。はい、まあこれはね、意外と現実的な値段だと思います。このぐらいなら売ってるだろうなっていう、そういう値段を今言いました。先ほど言い忘れたんだけど、未開封だったり、CSM の場合輸送箱がついてたりで、あと中の包装とかがね、袋があったりなかったりっていうのがあったら、まあもうちょい狙ってる値段よりプラスしてもいいかなって思ってます。そして3品目、仮面ライダーセイバーより究極大聖剣、定価が19,800円で、メルカリヤフオク相場がだいたい15,000円から18,000円かな、そんぐらいです。で俺の狙ってる値段は17,000円から8,000円、そのぐらい。これはね、結構現実的っていうか、そもそも中古屋に売ってないかもしれないんだよ。サイズも大きいからね、置いとくスペースが結構ね、困ってる店も多いかなと思うんで、まあそんなね、バカ高い値段で置いてる店もなければ、定価で売ってる店もあんま見ない、そういう印象だな。これは絶対ネットで買った方が安く済むと思う、正直ね。正直以上のその3品を目指して、買っていきたいと思います。でどうせ中古屋巡るんで、それ以外にもちょっと狙いをつけておこうかなと思います。全然仮面ライダーじゃなくなるんだけど、ゲームソフト、セガサターン本体、これね5,000円以下で売ってたら欲しいなと思ってるんですよ。ちょっとセガサターンプレイしたくなっちゃって、俺セガサターンプレイしたことないからさ、特に桜大戦あっこねプレイしたいんだよ。だからセガサターンと、桜大戦、これちょっと探しつつ回っていこうかなと、はい、という感じで、巡っていきたいと思います。今日はね、あんま仕事帰りに行く予定なんで、あんま巡れないんですけども、とりあえず駿河屋さんの方に行きたいと思います。レッツゴー。マジでさ、びっくりするぐらい安くプレイバックル手に入ったんですけど、見てこれ、サイズの合う袋がないからって手持ちだけつけられて、これで帰らされてます。恥ずかしい。社会人、3年目、このまま退勤です。やばくない？ちょっと見る、これです。これマジでね、恥ずかしすぎる。こんなんで人混みの中歩くのもう地獄だよ。罰ゲーム。はい、ということで買ってきました。狙いは、4万円ぐらいから4万5千円って言ってたんですけど、なんとね、破格の3万2千円で
ブレイバックルを購入することができました。ね、帰りが恥ずかしいけどさ、やっぱ安い分こういうジョーカーになる素質があるのかみたいな、そういうのをやっぱ試させられたんですかね、駿河屋に。俺は定価5万円なんで、まあ、約2万5分、うん、えぐい。これはね、やばい、本当に。1店舗目からこんなにやばい収穫があると思ってなかったし、俺の財布はいきなりこんな大物を払うことになるとは思ってなかった。ちなみに俺ブレイド見たことありません。これからね、1話からちょっとね、見ていこうかなと思っております。はい、ということで第1回は大勝利でした。イエイ、ピースピー。チャンネル登録、動画の高評価よろしくお願いします。普段はゲームの配信などもしているので、そちらの方も覗いてくれたら嬉しいです。それでは、あざした。